マクーはダブルマンとモンスターを合体させて、より強力なダブルモンスターを作り出すため生体合体装置を完成させてしまった。誕生したダブルモンスターと対決したギャバンだったが、あまりのパワーの強さに勝負をつけることができなかった。ダブルモンスター出現の事態に対し、コム長官は自らギャバンを鍛えるべく、はい、急遽地球へ向かった。愛と悲しみの別れ、とどめの一撃。よし、いいだろう。よくやったギャバン。その頃、UFO 探索のため牧場を訪れていた牛を襲っていたサイダブラーと鉢合わせ、絶体絶命の危機に陥っていた。走れ小次郎、サイダブラー。強烈なパワーを持つダブルモンスターサイダブラー。ギャバンはコム長官の教えを胸に、今まさに命がけの決戦に臨もうとしていた。この子供たちを見るのもこれが最後になるかもしれない。それを止めようとしていたミミィは、しかしその思いを胸に秘め、無事を願うお守りを列に渡すと、一人静かに見送るのだった。帰ってきてね、必ず帰ってきてね、ギャバン。到着。宇宙刑事。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。了解、コンバットスーツ点灯します。ギャバンめ、地軸転換装置を作動せよ。ドン・ホラーは地軸を操りブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン。レーザーブレード。ギャバンダイナミック。生体合体装置は我にあり。次々と最強のダブルモンスターを作り出してやる。ギャバン、今にとどめを刺してやるぞ。